何万ダブス、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 何万え、んんま、皆様、改めて、ようこそ、新行寺の朝参りにお参りくださいました。え、この数回、私たちの誓いについて、え、ご紹介をしております。え、この私たちの誓いには、日々、このようなことを心がけて過ごすと、いいですよ、ということが。浄土真宗の教えに照らしてですね、示されております。 日々を生きる中でいろんなことがありますけれどもその中でも「ああ生きていてよかったな」そのような、えー、こう人生をですね豊かに感じられるような味わっていけるような心が育まれ開かれてくることがこの仏縁や仏仏法をいただだくその大きな意味だとも言われます、えー、仏法に照らされながらですね日々を安らかにまた心を豊かに過ごし人生を深く味わっていける。 そうした生き方につながるような日々の心がけや習慣がこの私たちの誓いに示されているかと思います。今回は私たちの誓いの4つ目の文章についてですねご一緒にその意味を味わっていきたいと思います。ではまずご一緒に私たちの誓いの4つ目の文章ですねご賞はさせていただきましょう。それではご一緒くださいませ。1つ 生かされていることに気づき、日々に精一杯努めます。人々の救いに尽くす仏様のように。え今日はこの言葉をですね、味わっていきます。えー、ご年配の方で、日々生かされています。まあ、そのようにおっしゃる方がおられます、えー。私もその言葉を伺うだけでありがたいなというふうにですね、思うことでありますけれども。 まあ日々どうなるかわからないひょっとしたら朝目覚めないかもしれない、まあ、そういうふうな、えー、生かされているということをですね身にしみて感じておられるんでしょうかね。朝目が覚めたことに感謝する人は少ない、えー、そのようなことをですね以前ご法話で伺ったことがあります。あ今日も目覚めることができた そのよううに喜んんででで感謝できると本当はいいんでしょうね、まあ、今が当たり前だと思って生きていれば生かされていると,かじという実感とかまた感謝の思いもなかなか湧いていきません。自分の人生はこの自分が生きてるんだ今があって当たり前だと、まあ、そういうふうにそういうふうな感覚で過ごしてしまうかもしれませんね。しかし今が当たり前ではない。 まあそういうふうに実感されるときに生かされているんだという思いやまた感謝の思いも湧いてくるんでしょうね私たちは誰かの思いに触れた時とかまた支えられている、まあ、そういうふうに実感したときにまあ,ありがたいと思うことがありますね以前ご報事をされた方がですねこのようなことをおっしゃっておられました これまではご法事というと父母がするもので若かった自分は自分ごとに感じませんでしたしかし父が亡くなり母も年を取って今度は私がご法事をお迎えさせていただく番になりましたご法事を準備する時にですねどんなことをしていいか分からず困ったそうですでもお父様がですね書き残していたノートがあったそうなんですね でそのノートを見てみると、ご法事はこんな準備をしたらいいよということがこう細かく書いてあったそうです。自分自身の準備のためにも書いたと思うんですけれども、ひょっとするとそれは次に困らないようにということで、息子さんに向けて書かれたものかもしれない。その方はご法事の時にですね、そのようなことを教えてくださいました。父はこんな思いでご法事を迎えていたのかな。 まあそんなことをですね、何十年か越しに感じた。お父様の思いに何十年か越しに触れたというふうにおっしゃってましたね。まあ、私たち誰かの思いとか、また支えられているというふうにこう実感したときにですね、ありがたいというふうに思うことがあるかと思います。生かされている。思われている。また支えられている。そういうふうなことを実感するときに、 感謝の思いもね、また湧いてくるのかなと思いますね。そしてこれまでの出会いとか、また出来事に対しても感じ方が随分変わってきます。人生がとてもこう深くですね、また心豊かに味わわれていきます。当たり前のようにこう流れていた日々がですね、かけがえのない今の連続だったんだというふうに気づかされてきます。そうして出て出くる言葉が 生かされているとか、また、おかげさまとか、生モアミダウツ、ナマンダウツ、ナマンダウというお念仏ではない、ないでしょうかね。おかげさまで生かされている。まあ、そう実感するときに、感謝の思いや、今を大切に生きていこうとする思いも湧いていきます。この生かされている日々を精一杯努めさせていただこう。精一杯生きさせていただこう。 そんな思いもです、ね、湧いも湧ていきますこの私たちの誓いにはですね日々に精いっぱい努めますとそのような言葉が今日記されておりますね今日の言葉の中にはこれは自分の欲を満たすためにシャニムに頑張るというようなものとはちょっと種類が違うように思いますね。生かされているとか、まあ、思われている、まあ、支えられている、まあ、そういうふうな実感 実感するるときに出てくるよううなな思いではないでではしょうか当たり前ではない今を生かされているそういう実感や誰かの思いや支えに喜びとか感謝を感じながら日々に精いっぱい努めさせていただこう自分が行っていることが周りの人のためにもなればいいな,、ね、なんかそういうふうな思いで努めさせていただくとまた自分の声もね なんかちょっと違うようよに味われれてくるかもしれません仏法を頂い,いていく中で人生を深く味わい日々に精いっぱい努めさせていただく、まあ、そういった心が育まれたり開かれてくることがあると言われます。今回はそのような内容が書かれたですね「私たちの誓い」の4つ目の文章について味わってまいりました。では最後に今一度4つ目の文章をですね味わっていきましょう。ご一緒に拝読させていただきましょう。 一つ、生かされていることに気づき、日々に精一杯努めます。人々の救いに尽くす仏様のように。え本日も新行寺の朝前にですね、ようこそお参りくださいました。ナワンダブツ、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 ナワンダブツ。ナ